りたい人がいるから。譲れない思いを胸に行きます。魔人、私が狩る。妖者出現に呼応して妖魔が各地を襲撃していた。英雄たちは討伐軍を組織して対抗したが、妖魔の勢いは衰えず、戦いは一進一退を繰り返す。そんな中、討伐軍の連士のもとに味方が襲われているとの報が届く。その時、連士のそばには異界から来た2人の英雄がいた。かつて自分が経験した魔人による惨禍を妖魔との戦いに重ねる女戦士レイチェル、そして人々を救いたいと願う聖女ジャンヌ・ダルク。これ以上妖魔の好きにはさせない。思いを一つにした3人が今武器を取って立ち上がる。平和を取り戻したいだけなの。そのためには戦うしか道がないなんて。妖魔を全て潰せば戦いは終わる。だったら迷っている暇はないわ。今の私たちには生き残ることが第一です。あなたには苦しい選択でしょうけれど、でも私たちが戦うことで守れる人がいる。そう思うから私は戦場に立てます。戦わなければ味方の苦しみは終わらない。それでもよかったらここに残ればいい。いいえ、私も戦います。いつか訪れる平和を信じていたいから。守るべき人のため。あ、来るな。あれは中央の砦で民が妖魔に襲われています。何としても助けなくては。急いで向かいましょう。妖魔の勢いはまだ衰え、この手で狩り尽くしてやる。この地にもこれほどの妖魔。私はまだ戦い続けなければいけないのです。行きます。救援助かった。勇気を力に。間に合ってよかった。もう大丈夫です。ありがとうございます。行くわよ。この妖魔を叩き潰す。待ってください。無理に攻めるのは危険です。それに戦いは最小限にとどめた方が。甘えよ。やつらに容赦はいらない。戦いを少なくしたら顔のことに。人間どもめ、数が増えたくらいで平気になるなよ。二人とも落ち着いてください。今は言い争っている時ではありません。妖魔は続々とこちらへ向かっています。ひとまず守りに徹してはいかがでしょう。わかった。ここで妖魔を投げ払う。それでいいわね。抑えておいでですな。ふいっ、骨ごと噛み砕いてメッセ。目障りだ。おお、
目を見張るばかりの戦ぶり。人間どもめ、調子に乗るな。防戦一方、こんなやり方では妖魔を潰しきれない。いいえ、焦ってはなりません。妖魔もそのうちしびれを切らすはずです。おお、一段と冴えておいでですな。踏みつぶされるのはあなた。もうこの体で許してくれるわ。そろそろ疲れてきたんじゃないか。ここらで終わりにしてくれる。冴えておいでですな。ここで口当てろ。メッセ、やりよる。これが私の思いの証です。メッセ、おしまいに来るわ。ふいっ、骨ごと噛み砕いてくれ。目障り、とどめよ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。負けられない。ここで口当てろ。メッセ、これぐらいにしといてやる。敵将、撃ち取ったわ。撃ちなさい。ヤフィ、妖魔の数も減ってきました。もう少しの辛抱です。はい。この世界から戦いをなくさなくては。彼らにずっと笑顔で暮らせるように。戦いたくないと言っていた。あるはいるわね。できることなら戦いたくありません。どきなさい。今は皆のために戦います。戦う理由は人それぞれ。迷わずに戦えるのはそれでいいわ。行くわ。守りきれたようですね。これで南軍は大丈夫でしょう。南軍は陥落寸前と聞いておった。敵に相当な猛者が現れたということか。ならばそれもよい。強き者ならば我が傀儡とするまで。行きます。来た。あんな男に私は操られたりしない。勇気を力に。ほう、申し分ない働きだ。お待たせ。やった。どきなさい。おお、一段と冴えておいでですな。消え。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将、撃ち取ったわ。行くわ。行きます。お待たせ。
骨ごと噛み砕いてくれよ。行きなさい。帝軍様、おしまいにする。決して許せない。私も皆もあなたの傀儡などなりません。もうあんな思いはたくさん。二度とあなたの傀儡になどならないわ。今日こそあなたを買ってみせる。あがきたいだけあがくがよい。力尽き諦めたとき、我が輩の傀儡となる。愛の傀儡としたかったが、今日のところは引き下がろうぞ。私たちの勝ちね。いろんな思いを束ねることで強くなれる。蓮子殿の言葉には光を感じました。私たちがこの地で出会ったのは、人の力を一つにするためなのだと信じます。私はただ魔人を、この世界ではあの妖魔を潰すために戦ってきた。戦うことでいずれこの闇夜が明ける。あなたの言う平和もきっと似ているわね。皆が戦いの終わりを求めて、そのために戦い続けている。そう信じるからこそ、強大な妖者にも立ち向かえるのです。さあ戻りましょう。私たちの力を待っている人たちのもとへ。まあ、とてもうまくいったようね。